着いた月吉ディズニースニーカー。聖子はいつもミッキーと一緒。ほら、南十字星だよ。夜の海岸をデートしていたら南十字星を見つけました。星空のシャンデリアと潮騒の優しいハーモニー。こんなロマンティックな夜にふさわしく東京ニューモードを着てきました。ピンクのキャミソールとギャザースカートのツーピースです。おしゃれな君にとってもよく似合うよ。彼が優しく私を抱きしめました。東京ニューモードを着た今夜はロマンティックメモリーになりそうです。遅くまで勉強大変ね。はい、フルーツ三つ豆。うん。まあ、なんて本見てるの。こんな刺激でもなきゃやってらんねえよ。今はホールズで我慢するのよ。まあまあ、これすごい刺激だ。刺激あげます。ホールズ。いや、それでさ、パンツをね、持ってきたのよね。当たっちゃったでしょ。はい。で、当たったからね、やっぱりパンツを持ってこなきゃいけないと。それでやっぱり履き古したのは良くないんじゃなかろうかと思って、一応昨日のね、午前中に買って、はい、で、まあ一回も履かないっていうのもなんかしなじらしいかなと思ってさ、で、昨日の夜に一応一日だけ履いてきたのよね。それで寝て。それで聖子ちゃんのことを考えてさ、で、朝起きたら無精しちゃってさ。いやすごい。本当に持ってたんですか。いや、本当に持ってきたんだよ。で、洗わずじまいで来たからさ、とりあえずまあ、ファンハウスの、知らない、嘘。レコードの袋に入れて。ほら、これなんですよ。あ、でも、ほら、その辺を触れちゃ困るよ、本当に。でも、可愛いですよね。可愛いでしょ。これ、じゃあ上の方、あの、別にしょうがないところ。もうその汚い感じで持たない。ほらほら。まだほら、この、あった方がまだこう、握りやすいかななんて思ってさ。で、この辺に今僕のが来ますからね。いやもう。もうというわけです。今日はですね、もう大変いいお土産を持ってきていただきました。あの、パンツ事件でおなじみの長渕剛さんが。いやいやいや、どうも。どうも、こんばんは。4年ぶりぐらいなんですよね。で、こうやって面と向かって話したことなくて、はい、あの、昔あの、AF がやってた銀座音楽祭っていう、とんでもない番組で、でそこ出た時に、あの、会場でちょこっと会って、そうですね、でも、こんにちはっていう。ご挨拶程度で。ご挨拶程度でね。パンツは、このトランクスとさ、あとあの、ビタッと着てるもっこりパターンってあるじゃん。どっちが好きですか。私ですか、うん、私ね、その人に会ってればいいと思いますけど、ビキニが好きですね。本当。そうです。なんで。なんでってことないです。やっぱりセクシー。男性の下着姿ってやっぱセクシーですかね。いやー、そうね。そうだな。あんまりそのセクシーだとか好きだとかっていうじゃなくて、なんとなくビキニがいい。なんとなくビキニがいいかなっていう。 あのもっこりが。いや、そういうわけじゃない。そりゃいい話聞いた。あ、そう。なるほどね。やっぱりな、人間ないものねだりだから、自分にないものがそこにあったりすると、なんかこう触れてみたいなとか、中がどうなってんのかなとか。それほど興味はないですよ。あ、そうですか。それほど興味はないですけど、でも、ね、あの、これ可愛いですね。これだからさ、下着って感覚じゃないでしょ、うん、なんとなくほら、いつも こういうのは愛用したし、まあ、脱ぎやすいってのあるよね。すぐにこう脱ぎやすいっていうか、あのジーパンをこうスッと脱ぐ、あの、抵抗なくね。ああ、女性もなんかこうビキニよりも、まあ、だって一般的にはこうトランクスの方が好きなんですか。なんとなくこう抵抗がなく、そのままスッとこう世界に入れるっていうかさ、そういうのはあるみたいね。例えばビキニとかだったら、もうまさしくこう下着って感じがする。そうそうそう、そこがね、結構言うね。久留米の生まれでしょ。そうです。ああ、僕は鹿児島なんですよね。で、福岡に3年ぐらいいてね。いつ頃ですか。二十歳の時、九州産業大学、ね、はい、あそこ3年ぐらいいたんだけどね。あ、そうですか、うん、へえ。だからこれなんか下着っていうよりもさ、ジョギングする時にこう履いたりとか、十分外は、そのためにまあ一応持ってきたんだけど、あの、まあ、一回洗って使ってください。でもね、あの、この前ほら、私がね、いただけるって分かったら、はがきが来てね、うん、ぜひ譲ってくださいっていうのが多かったんですよ。男ですか、女ですか。いや、もちろん女性の方ですよ。うちは結構ね、あの、コンサートは男の子が多くてね。あ、そうですか。そうですよ。で、たまに、最近またちょっとサイクルが変わってね、女の子も増え出したんだけどね、昔は良かったね。俺がデビュー当初なんてもう女の子ばっかしでね、キャーキャーって声がね、聞こえてたんだけどね。どういう掛け声がかかったんですか、その時。つやしいとかさ、かわいいとかさ。かわいい。かわいいっていう、結構その時かわいいかなって自分でも。思ってらした。思ってたからね。かわいぶってやってたんだよね。俺がさ、
最近はあんま通用しなくなってたね、うん、でも可愛いといえば今日は偶然あの上着がね、上着っていうか、うん、ピンクでね、ピンクでなんか打ち合わせたような、ほんと打ち合わせたようなお揃いなんです。ピンクっていうな、ちょっと違いますけどね、なんて言うんでしょうね、これ僕のはどっちかするとピンクで、聖子ちゃんのは僕のピンクでもちょっと色が濃いという、でもほとんど見た目には変わらない、同じっていう、もうそのままなんか原宿でも歩けそうな、ペアルック、ペア、そうですね、ペアってるっていう、いいですね、すごいですね、なんか本当に、でも私ね、あのいつもほらテレビとかでね、はいはい、あの拝見させていただいて、見る時間とかある、ええ、たまにね、はい、そうするとね、ちょっとなんかあれかなと、なんですか、こんなに面白い方だと思わなかったです。あ、本当、だみんなそう言うんだよね、なんか一見あのだいたい歌番組出るときはさ、3分半ぐらいしか時間ないから、であの一曲一曲の合間のセット替えでダーってあの、こうサイクルについていけなくてさ、こう自分がこう何とか馴染めないわけよ、だからこう自分でない性格がテレビの場合出ちゃってね、ムスーっとした顔になっちゃうんだよね、うん、でも最近ドラマなんかでもね出てらっしゃいますけど、ドラマってどうですか、うん、ドラマ面白かったね、あの、うん、家族ゲームに関してはもうなんか自分の字でやれたっていうかさ、うん、あんまり気使うことなくできたからね、うん、だから俺はどっちかっていうと、まあ、音楽やってる人間なんだけども、3分半でこう曲を歌うよりもね、テレビ出て歌うよりもやっぱりドラマ出た方がなんとなくこうリラックスできたね、あ、そういうもんですかね、うん、私なんかね、もうテレビのスタジオが多いでしょ、歌のね、で映画とかあとテレビドラマたまに出るとね、こうなんかね、自分がいるとこじゃないっていう感じがする、あ、ドラマに入ると、ドラマに入ると、うん、映画ってまた違うんですけどね、うん、ドラマに入ると、映画はどう、俺映画も興味あるんだよね、いいよ、ドラマと全然違う、あの、あ、まあもちろんその人に合う、ドラマが合う人と、うん、ね、映画が合う人っているけど、私は映画の方が好きですね、うん、あ、なんかキスシーンとかあったんだっけ、どうでした、僕もやりたくてね、キスシーンですか、そういうシーンがなくてさ、あ、どう、やっぱり緊張するもん、うん、もちろん緊張しますけどね、うん、それで淡々と逆らってそういうこと、いや、なんかね、俺一回その恋愛物語をねやってみたいなと思うんだけどね、いつも恋愛物じゃなくてね、この前はあの先生の役で、そうそうそう、ちょっとむさ苦しいさ、なんかそういうイメージじゃなくて、もっとスティーポップスみたいな感覚でね、現代の若者のなんか象徴みたいなさ、よくあるじゃない、あの青春物語のさ、うん、ありますね、あそこまで臭くない程度のね、そういう女が絡んだストーリーみたいなものをこうやりたくてね、なるほどね、うん、あのそのドラマで二谷秀明さんのお家とすごくこうね、よく交流があって、あの一人になっちゃってからこう飯があまりうまくなくてさ、でそれはそこ あの奥さんの白川由美さんなんかと結構波長が合っちゃってね、でよくご飯食べに行くんだけども、ものすごく親切してくださってね、であそこに行くと必ずパジャマを着せられるんだよ、だから今はもう俺用のパジャマがあってね、でたまに遊び行くと、泊まったことは1回しかないんだけども、はい、もうあそこ行ったらすぐにパジャマを着替えさせられて、あ、昼間であろうが、そう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 、なんででしょうかね、それなんかこうくつろげるって一方的に思ってるみたいな、一方的にそういう感じあるみたいね、じゃあすぐ着替えなさいって言われる、そう、シャワー浴びてね、だ臭いってイメージがあるんじゃないかなと思ってもいるんだけどね、でも結構よくいらっしゃる、そう、結構行く、なんでプールがあるんですよね、でプールで泳いだりしてさ、リッチだね、向こうは3階建てでね、いいですね、でもうち建てたんでしょ、いやいや、そんな建てたなんていうもんじゃないですよ、プールもないしね、池もないですよね、池もない、まあそういうことでドラマやったりとか、はい、あとレコード、あの LP をね作って、あの持ってきた、新しいアルバムができてね、ロスでミックスダウンやってきて、はい、グレッグ・ラダニーっていうミキサーで、はい、今回もまた2度目なんだけどね、はい、あのジャクソン・ブラウンとかトトなんかをやってる人で、今回まあ行ってきてね、はい、Hold Your Last Chance っていうタイトルで、非常に希望的な前向きな歌なんだけども、今日それをまず聴いてもらって、ってみようかな、はい、ぜひ、じゃあ8月の18日発売のニューアルバム Hold Your Last Chance の中からタイトルでもあります Hold Your、 いやー結構、はい、いい歌でしょ、そうですね、 Hold Your Last Chance ってこういう英語はないんだけどね、一つのチャンスをつかんだらもうそれを離さずにさずっと維持して頑張っていこうっていうね、はい、
前は出したヘビーゲージっていうアルバムは離婚直後だったからさ、はい、もう完璧にもう自分の内面のさドロドロしたもんばっかり歌ってたんだよね。でそれでステージをやって全部吐き出したから今回はもうそれ一つ終えてね、ここからじゃあ何をやっていこうかっていうことを考えて、まあ全て大体ほとんどの曲が希望が湧いてきますよ。だから甲子園球児なんかもうたまらないでしょうね。僕もやっていこうっていうのはさ、このアルバムを聴いてね、そうだから何かをやろうっていう人間はぜひ、じゃあ私も聴こう、聴いてください。まあ今回のね、はい、アルバムは結構ロック色が強いんだけども、その中でもね、この LP の中で聖子ちゃんになんかこうどうせ来たんだからプレゼントできるような曲はないかなと考えた挙句、はい、とてもまあ素敵な曲があるんでこれをね、まあプレゼントしようと。ありがとうございます。Time Goes Around、発売が8月18日ですね。あ、もうちょっとですけど、ね、でその10日後の28日からツアーが始まるんです。じゃあもうそのアルバムの中からバンバン歌っちゃうっていう、楽しみですね。じゃあファンの皆さんは一回見に来てくれればね、はい、盛り上がりますね。いつなんですか東京は。東京は来年の1月8日の日本武道館。ああ、随分まだ先、まだ先だけどね。ずっと来年の1月までもほとんどツアーで約50カ所ぐらいかな。大変ですね、まあでもここもう6、7年ぐらい、だいたい1年間に100カ所以上ずっとやってるんだけども、もうこう大変とか苦しいとかっていうふうに思わなくなっちゃったね。もうそれが自然でさ、好きですかやっぱりそういうステージっていうのは。好きだね。で俺はその自分の歌をさ評価してくれる場所がステージだと思ってるからね、で彼らがどういうリアクションするんだろうっていうことで全部ステージが終わると、じゃあ今度はこういう歌を書いてみようとかね、そういう意欲が湧いてくるからね。すごくいいファンだよ。大体その曲ってのはいつどこで大体書いてしっかり書くとかね、そうね、こう一人の時が多いけどもツアーの最中なんか結構書いたですね。移動中とか。いや移動中は書かないね、一人で寂しくホテルに帰ったりとかさ。俺ほとんどツアー中は酒飲まないからね。で悪い遊びもできないし、最近は松崎しげるみたいになったらおしまいだし何にもできないよね、そう考えるとね。じゃあどこで発散するんだろうってさ、ねえ、かわいそうだね。かわいそう、ほんとだよね。えですかね、私なんかどこで発散するんですか。すごいですね、これ。私なんか今日ゲストになんかお邪魔してるみたいですね、逆に。ああ、俺ね、人の番組に行っちゃうとね、上がっちゃう方だから。そういう風には見えませんよ、全然。ほんとね、上がっちゃう方だからもうのべつ幕だし、わけわかんないことをこう喋り出すんだよね。あ、でもすごくいいと思います。私も上がるんですよ、普段ゲスト。上がる。そうですよ、信じられませんね。いやいやいや、普段ゲストの方なんかいらっしゃないでしょ、ここに。来ない、全然。あ、本当。一人で好きなことを喋ってるでしょ。でもたまにこういらっしゃると前にね、人がこう座ってて、私こう喋るっていうのは非常にやっぱダメですね、恥ずかしく。あ、そう。一人が好き。一人が好きってことないですよ。わけじゃない。ほら、あんまし知らない人とはね、ええ、知らない人っていうか、あんま話すのは、それ誰でもそうですけど、ね、ちょっと恥ずかしい、最初はね。だからこう馴染むまでに時間がかかるタイプ。馴染むまでにね。結構じゃあ初対面の人とはあまりこうなんていうの、印象が悪かったりするでしょ。いえ、そういうことないです。それは作るわ、結構。そう、どうもっていうのはちゃんとありますけど。笑顔で。でも今日はなんか結構スーッと来てますね、なんか。それもスーッとね、いい状況に。あ、何？昔は入れたんだけど、二度と同じ失敗できないから。いや昔もね、このまんまの状態でさ、いろいろあったんだけど、似たようなことをまた思い出しちゃったもんでやろうかななんて思ってさ、今日ギター持ってきたんですよ、はい、似たようなことやろうかなって、あれじゃないですよ、はい、ギター持ってきたんで、一緒に歌ってみようかなと。はい、1961年ウエストサイド物語がアカデミー賞に選ばれた。ウエストサイドの若者と彼らの激しいステップに耐えたスニーカーの勝利だった。月星のベンチャーウエストサイドは、このウエストサイド物語のイメージで作られたタフなタウンシュー、ハードな動きを足元でガードする月星のベンチャーウエストサイド、街がよく似合うウエストサイド。いやー、立派なお宅ですね奥さん。
万一のために消火器道です。でもローンもありますよ。私モデルハウス見に来ただけなんだけど。いや、あら、ホールズどうぞ。これ本物でしょうね。間違いのない美味しさ、ホールズ。近頃居眠り運転の事故多いんだってね。おっと、起きてる？どこまでだっけ？とにかく薬屋さんで降ろしてよ。運転辛くなったらホールズ。エクストラストロング、薬局薬店で発売中。小さな部屋の小さな扉を開ければ、そこはあなたと私だけのファンタジックな世界、小さなファンタジしています。このコーナー、今日は先ほどちらっとね、あの長渕さんの方からギターを今日は持ってきたっていう話があってね。ボディですね。なんかこのまんまでいつもこういう感じで、なんかじゃあさ、あの曲をやろうかなと思って、なんか今日はね、あのデュエットっていうことでね、まあいろいろで何を選んでくださったんですか。青い珊瑚礁。いろいろ気を使っていただいて、本当に申し訳ございません。今日は何でもやろうと思って俺来たから。あの昔俺ね、これコンサートの会場でね、やったことあんのよ。はい。受けちゃってね。で、聖子ちゃんの歌い方がさ、こう微妙なこうファルセットがいいじゃない。例えば、私の、いらっしゃいみたいなさ、こうニューバットルみたいな、そういうとこが非常に好きでね、よくやってたんだけど、まあそれをちょっと意識して今日はやってみようかなと。4カポンでいいからちょっと始めてみようかな。キーが男と女だからね。そうですね。前置きが長いんだけど、ちょっとあれさっさとやろうかね。それどうしましょうかね、これはパートは。あ、そうね、だからあのサビは一応僕はハモろうかなと。あ、じゃあ一緒にサビは仲良く歌って、ハマってハマってそれで1番は聖子ちゃんが歌って、はい、で2番はあ、じゃあ剛さんが、剛君が歌って、剛君が歌っていこうかなと。そうですね、ええ、はい、やってみようか。はい、じゃあ早速もう行ってていいですか。ちょっと、あーのところに、じゃあ1行だけちょっと最初、ワン、ツー、スリー、フォー。あー、私の恋は南の風に乗ってほしいのは。いいですね。すごい、いいですよね。行きましょうかね。Yeah.
づいてゆくのよ。あなたが好き、と思ったんですよ。緊張してたから。いや俺も緊張してたからね。まあいいですね。でもこれずっとやっぱり残して永久にね保存していただきたいと思いますよね。私は俺も我が家の家宝にして、悲しいこと苦しいことがあったらこれを聞いて、まあ、頑張っていきたい。私もそうしたいと思います。はい、はい、時計の針ついた月押しディズニースニーカー、聖子はいつもミッキーと一緒。よしおさん、手紙書くよ。コールズカバンに入れたわよ。モモコ、本日は東京湾遊覧船をご利用いただき、オーバーじゃないこの刺激。コールズ、聖子ちゃんは汚くない。自分の履いてるパンツを捨てるとき、そのきっかけとなるのはどういう理由ですか、教えてください。だから例えば長渕さんの場合、自分の履いてたパンツを捨てるときね、もうこれダメだと思って捨てるとき、どういうときか。いや一番、まあ、あるんです。ゴムが切れたり破れたりして履けなくなったから、うん、2番、彼がそのパンツは飽きたと言ったから、逆に彼女はね、その強しくそのパンツは飽きたわ。そして3番目、ワンポイントが流行遅れになったから、うんうん、4番、新しい臓器が必要になったから、うん、5番、匂ってきたから。臭いね。匂ってくるまでは最近履かないからね。やっぱりこれは、洗濯すれば匂わないですよね。そうだけどね、まあ、やっぱり俺の場合はゴムが、もうやっぱりそうですよ。そうですよね、うん、でもこういうとあんま面白くないんだよ ね。当たり前になっちゃうからね。そう、そうですね。やっぱりでも聖子ちゃんなんかやっぱ捨てたりする？そうね、捨てたりとか、やっぱ捨てますね。しますか？その時やっぱり分からないように捨てるでしょ。ゴミ箱の奥に入れてる。そうね、あんまりなんかそれに置いといたら持っていかれそうで怖いし。そうでしょ。今度する時に電話くれますか？またそうね。もう私なんかもうパンツの話を相当これからもずっと付きまとえそうですけどもね。本当に今日はどうもありがとうございました。いや本当にどうもありがとう。愛に口づけ、今夜は窓辺にこぼれる月の光。何を言ってそっと口づけ。松田聖子、愛に口づけ。この番組はベンチャージャガーでおなじみの月星火星、日本のファッションをリードする東京ニューモード、世界のスーパーメントールキャンディーホールズの提供でお送りしました。